福祉手帳障害者、手帳身体障害者、手帳身体障害者手帳の表紙身体、障害者手帳の証明欄身体障害者手帳の詳細欄身体障害者手帳とは、身体障害者がそれを対象とする各種制度を利用する際に提示する手帳で、身体障害者が健常者と同等の生活を送るために最低限、必要な援助を受けるための証明書にあたる。 身体障害者手帳を省略して、身障者手帳と呼ばれる場合もある。身体障害者福祉法第十五条に基づき、対象者の居住地の都道府県知事が発行する。ただし、対象者の居住地が、政令指定都市か中核市である場合は、その、政令指定都市、中核市、都道府県から、発行権限が異譲された市町村である場合は、その市町村、鳥取県鳥取市、 岩見町、若狭町、地図町、八頭町である場合は、鳥取市が発行する。援助内容は、補送具、技師の交付など、有形のものから、ヘルパーサービスや、税金の減免など、無形のものまで多岐にわたる。これとは別に、知的障害があるものに関しては、療育手帳が、精神に障害があるものに関しては、精神障害者保健福祉手帳がそれぞれ存在する。 身体障害者の種類定義は、身体障害者福祉法と身体障害者福祉法施行規則によって定義され、以下がある。等級は、数字で表され、数字が小さいほど重度である。最高度は1級。障害を複数持つ場合は、各部位に対して個別に等級がつき、その合計で、手帳等級が決定される。1、2級は、重度、3級以下は、 中度、軽度に区別される。また、死体不自由には、等級上、7級が存在するが、7級単独の障害では、身体障害者手帳は交付されない。7級の障害が重複して6級以上となる場合は、手帳が交付される。各種の福祉サービスを受けるためには、身体障害者手帳の提示が必要となる。実際にサービスを受けようとする場合には、 不正使用防止のため原本の提示でなければ効力がない。手帳を提示するだけで良い場合もあるし、懸命を相手が複写する場合もある。身体障害者手帳の不正使用の例としては、有料道路通行料の割引を受けるために、健常者が身体障害者手帳の証明写真を貼り替えて、行使する事案が発生した。これは、有印公文書偽造罪及び同行資材が、 適用され、罰せられる、犯罪行為である。また手帳を対応、譲渡した者にも、手帳返還命令が下される、身体障害者手帳には、一部の例外を除き、更新義務がなく、等級変更する場合であっても、本人申請が前提であるため、手帳を再交付される機会が少ない。このことから、手帳が更新されないままに、長年使用され続けることも多い。 そのため手帳に重複された顔写真と現在の要望とが著しく異なっているために本人確認ができずサービスが受けられないというトラブルになったりすることもあるこうした場合には本人の希望があれば新しい写真で再交付される貼られた写真が古く現在の要望と異なっていても手帳としては有効であるがその場合 別の写真入り身分証明書も携帯しておくと、手帳使用時に無用のトラブルを避けることに役立つことがある。ただし、例外的に再認定が必要な場合がある。身体障害者福祉法施行規則第3条各号の規定により、乳幼児にかかる障害等級認定に際しては、先天性欠損等障害の改善が見込めないものを除き、 成長に応じてその症状の変化の可能性があり得るため、おおむね6歳児をめどに再度認定手続きを要請される。また、今後病状の変化が見込まれる等の理由で、医師の診断書に将来再認定の必要に関する記述がある場合にも再度認定手続きを要請される。身体障害者手帳のデザインは全国統一ではなく都道府県で異なる。 したがって他県にてサービスを受けようとして手帳の表紙のみを提示しても係員が身体障害者手帳であることを理解できずにサービスを断られることもある。その場合には本人の写真、障害の種類が記載されているページを開いて提示すると身体障害者手帳であることが相手にわかる。また JR 等の鉄道事業者が設けている割引を受ける場合は手帳に 旅客鉄道会社運賃割引第一種等の記載があるのでその部分も見せるようにする。地域、障害の程度によって異なるため詳細は住民票のある市区町村に確認のこと。身体障害者福祉法。E ガ株法令検索。総務省行政管理局。2014年2月24日閲覧。2から1身体障害者手帳。健康。 福祉。平塚市役所障害福祉課。2014年2月24日閲覧。障害者手帳交付事務の権限を市町村に移譲します。大阪府。2018年5月29日閲覧。鳥取市の中核市以降について。鳥ネット。鳥取県。2018年5月29日閲覧。条件は自治体により異なる。 過去に増用税の障害者非課税枠の適用を受けた部分については適用なし。ただし、旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のない障害者手帳は割引の対象外である。大手施設など JR 以外の鉄道事業者の多くも同様の割引制度を行っていることが多い。ABCDE 利用時は単独乗車不可。 ただし、一部鉄道事業者は、回数乗車券、定期乗車券は、本人単独乗車可能の場合がある。大手私鉄など、JR 以外の多くの鉄道事業者は、普通回数、乗車券に限る。ABC 小に定期乗車券を除く。一部鉄道事業者は、小2定期も5割引きとなる場合がある。介護人は、通勤定期乗車券に限る。AB 第二種と、 同一扱い。大手私鉄は西鉄のみ、その他一部の中小私鉄と一部を除く、公営地下鉄など西鉄のように、回数乗車券、定期乗車券も対象となる場合がある。AB 介護人も対象となる場合がある。西鉄のように回数乗車券も対象となる場合がある。普通乗車券、回数乗車券も自社曲線内に限り対象となる場合がある。 ABE バス定期の未3割引。一部バス事業者は、小児定期も3割引となる場合がある。介護人は、通勤定期に限る。本人が、満12歳未満の場合、多くのバス事業者は、定期運賃は介護人の未3割引。最大料金に対する割引であるので、休日 ETC 割引などに重複しての適用は、ない。 本制度では ETG の装備は要件としない。車両の指定ではなくなった。駐車禁止指定場所の免除であり、駐停車禁止区域や駐車禁止の法定場所は対象とならない。青い鳥郵便はがきの無償配布。NHK 放送受信料の免除基準内容。日本放送協会2019年9月11日閲覧。ありがとうございます。